乳食後期レンジで簡単オムライスを作ります。人参 10g、 玉ねぎ 10g、 ブロッコリー1房は耐熱皿に入れラップをし、500ワットのレンジで2分加熱します。加熱した野菜、卵1/2個、トマトケチャップ少量、20回ブンブン引っ張ります。ご飯 100g にブンブンした具材を入れ混ぜ合わせます。ラップをし、500ワットのレンジで2分加熱します。一度取り出し、一口サイズにラップで包みます。再度500ワットのレンジで30秒加熱したら完成です。